ザード僕がめちゃくちゃ好きなゲーム、前回の続きをやっていきましょうか。あ、グロ注意の動画なんでそこだけ気をつけてくださいね。ということで前回は、あれですね、アシュリー大統領の娘を救ったところから続いていく。可愛くなってる。どうしよう、だって大丈夫だよ。君のお父さんに頼まれた。お父さん直々。俺を信じてくれ。言うことを聞いてくれないか。うん、ドキッとするわ。必ず君を無事に返す。分かった。分かった。分かったわ、レオン。レオン、なんで知ってるの名前。こんにちはと。ああ、バレちゃいましたか。まあ、ここからは本当ね、アシュリーと二人の冒険が始まります。めっちゃファブリーズって言ってる。ファブリーズ。お、お。よし。まずはここ出るぞ。聞いたぞ、二人協力プレイ。ちょっと顔が見たい。おい、大丈夫だぞ。逃げないでくれ。レシェキモい、この人キモい、ずっと見てくる。ごめん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 。ね、アシュリーが倒されるとゲームオーバーになってしまうので、うん、その辺もね、すごい気をつけながら二人で共にね。そっか、当たらないようにしてくれてるわけか。決してこのおじさんキモいと言ってるわけじゃないね。オッケーオッケーオッケー。そしたら、早速これ二人で登れるようになったよね、あの橋も。うん、一人じゃなくて二人。わかった。めっちゃ協力してる、ありがたい。いいね。大丈夫ですか君たち。めちゃくちゃファブリーズファブリーズ言ってるけども、ありがとう。ちょっとね、アシュリー、あの スカート履いてますので、あのジェントルマンとして気をつけましょう、価格はね。すごいよ、こんなとこね、昔は来れなかったからね。アシュリーがいるから来れているんだよ、ありがとう。ネズミはどこに行ってもいるな。お宝ないか。てかお宝結構溜まってきたからさ、またそれも武器商人に売ってきたいね。え、ごめん、眩しい。このおじさんキモい。下向いても、うわー、リアル。ナイフを構えたら、ウェイ。すぐこういうことやっちゃうんだよね、ごめんなさい。さあ、こっから飛び降りてもいいのか。どうやって行く、二人で行けるか。置いてここいつ置いてこ。嘘でしょ。え、裏切んの。大丈夫だ、受け止める。そういう感じね。結構高いですよここ。アシュリーなんか大人になったね。すごい印象覚えてるのは幼いイメージだけど、大人なアシュリー。20代だな。怖い、私いけるかしら。勇気出した。いいなレオン。あー、惚れちゃったわもうね。えこの人、強くてたくましくてかっこいい。 ありがとう。あ、ありがとう。いえいえ、どういたしましてと。さて、こっから頑張ってついてこいよ。大丈夫か。 HQ ターゲットを保護した。本当に、ターゲット保護。彼女は無事なの。無事だよ。さすがね、コンドルワン。すぐにヘリを向かわせる。コンドルワン、そちらに回収地点の座標を送るから、彼女を連れて今すぐそこへ向かってくれる。なるほど、了解。ヘリで脱出ね。天気も崩れてきてるから。天気崩れてきた。雷が降る前に行かなきゃいけないのね。結構マップ広いね。さて、ここまではレオン一人だったからさ、あの敵とか来てもさ、うん、ういういって自分だけじゃん。こっからはアシュリーを守っていかなきゃいけない。そういった男強さが求められている。うわ、子供の頃さ、俺かっけえと思ってたな、アシュリー守ってあげて。なんかさ、アシュリーさ、ここで待ってとかできたよね。アシュリーへの指示、 Wait Follow me とかできるよね。なんか風邪ひきそう。風邪ひきそう、大丈夫か。もういいぞ、もういいぞ。近くにいろ。お、もう大丈夫だ。近くにいると、そばにいろ。そばにいろ。離れてろ、離れてろ。なるほどね、離れてろ。ゾンビがいるから気をつけろ。寒そうって言ったね。そういえばレオンのあのコートはどこ行った。ね、近くにいろ。近くに来ないで、下がれ。いいよいいよ、優しい。レオンのコート着させてあげたいですね。さて、ということで、ここで私新事実を言いますけども、実はここまでね2周目してるんですよね。あのちょっと市場を挟みますけども、スチームアカウントが変わってるので2周目です。武器の感じちょっと変わってるけど、それはご了承ください。さあ、そんな話はいいんだ。はいはいはい、ここ来たね。ちょっと一回セーブしときたいけど、でもアシュリーが風邪ひいちゃうから先に行く。くぅ、そばに
来るな、下がれてろ。やっぱね、戦わないことがいいですから。うん、アシュリーがいる中で戦うなんて、それは大統領の娘を危険にさらすことになってしまうのでね。まあでもちょっとかっこいいところも見せたいよね、アシュリーに。この男かっこいいって。離れるな、離れるな、ここに来て、ここまで来て、オッケー、離れてろ、来るぞ、コラ捨てろ言われちゃったよ。そしてね、見て、パリーを覚えたろ。2周目の時にここまで来る間にパリーを覚えた。俺もうね、今までのレオンじゃないよ。前回までは確かに下手くそレオンだった。ただしかし、ここからはガチ強レオン。ちょっと待って、ハンドガンこれにするわ。オッケー、うんこら捨てろ。いや、強化されると、行こう、離れるな、行くぞ。こんなんで戦っても意味ない。だけどこれは気になる。たま、アシュリー、アシュリー、オッケーオッケー、行動不能状態これね。そしてね、弟と通話しながらここまで進めてたんですけど、弟はこの情報をね、知っていた。閃光を使うと、なな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 、一瞬なんだよね、あの強化状態。アシュリー待って、アシュリー大丈夫、助ける、草が多いよ。行こう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 、走れる、下がれ、ダメ、下がらないで、ババア、やめろババア。お、アシュリー死にそう。うわ、難しい、ごめんアシュリー、俺のせいだ全ては。行くぞアシュリー、ガンダで駆け抜けるからな、そばにいろ、うん、多すぎる、バレたー。これね、一人ならさ駆け抜けることもできるけど、アシュリーがいるからできる限り倒さないといけないんだよね、ゾンビ、ゾンビというか村人。いやー、気になるけども、なあ、ゾンジーゾンジー。オッケー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 、待って待って待って、マジで多すぎるって、マジで多すぎるって。来れるアシュリー、こう来てる、有能だ、最高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 、さすが大統領の娘、有能っぷりが半端ねえぜ。逃げよう、気になるなあ、なんかすごい樽があったからさ、ああいうの見たらさ開けたくなっちゃうけどさ。武器商人の明かりがある、ここまで来たら安心さ、平気、大丈夫だよね、オッケー、ふう、彼女を紹介しよう。見逃すなよ、アシュリーについてどう思う？特になし、武器しか興味ない。さあ、何が新しく追加されたんだ？ロケットランチャー。そしたらこの機械にお宝いっぱい集めてたんで、これを一気に売っちゃいましょうか。まずはダイヤモンドをはめる、もう最高級にしようぜ。黄色いダイヤモンド、そしてこっちにも黄色いダイヤモンド、青も入れる、完成。これも激レアでしょ、見てよ。次は、あ、形もあるんだ、四角、四角。これさ、あのチェーンソーマンとか倒した時にゲットできるやつだから、外レアんじゃねえのこれね。売ってみよう、お金持ちになりたい、ウェルカム。28,800円、16,500円、こっちの方が安いんだ、なるほど。で、売れるものは全部売る、売却で、鍵売れる、鍵売れるってことはもうこれ使わないってことだよね。積んだらごめん、また買えばいい。さあどうだ、7万円、待って、こうなってくるとロケットランチャー欲しくなるけども、でもまずは強化、何を強化するかっていうとナイフよ、結局ナイフゲーなのよね。これは耐久値も上げておいての、こんなもんでいいかな、武器は初期値で。で、目標はロケランね、ロケラン絶対強いから。オーケー、ありがとう、また来るさ、素敵な旅を、ありがとう。さあ、ついてこい、ヘリまで行くぞ、お邪魔んぼ。休憩する、大丈夫、我慢してくれ。おい、レオン厳しいなかわいそうだよ、しょぼくれちゃった。まあさすがにね、このままね。あー、ヘリこちらですよ、お疲れ様でした、ハッピーエンドとはなりませんよね。そこらで一発チェーンソーマンが来る気がする。心の準備できたか、アシュリー、疲れてるね。いいよ、レオンを扱ってるのは俺だから。お、行き止まった、よし行こう、準備 OK。 雨強っ、多いねー、これ石とか投げれないのか、石、これもうバレ格じゃん。ちょっと待ってたな、下がっててくれ、いいよいいよ、よし
こういうのでパンチキック。 OK、 下がってろが完璧な下がってろじゃないんだ。あんま近くに来ないでねっていうくらいで、ガチ下がってろではないな。来れる？離れるな、離れるな、うん、Wait Follow me。 開けられます？開けられませんね。ドア開けてバーンが怖いからね。大丈夫？絶対置いてかないよ。いや、バレてはいない。雨が激しくなった。来たね。やべ、バレちゃった。こっちだ、こっちだ、こっちだ、こっちかな。合ってるか。できる限り戦いたくない。どうせ戦うべき時、戦う時が来るから。あ、大丈夫？ごめんごめんごめん、ちょっと自分勝手な行動しちゃった。やばい、来てる。え、下がらない。近くにいろ。雨が強すぎる。うんこらステーロ、どけ。うわ、クリティカル出た今。なんかすごいかっこよかった。リヘン触手やろう。おいで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 、こい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 、よし、オッケー。こっちだ。離れるな。もうやだ、なんのよ。大丈夫だ、俺が全てを解決するさ。おお、すぎるって。生かしたハットくん。よし、待て待て待て。あ、やばい、これ、いろいろと危ない。あーあー、びっくりした。うわ、そっかそっかそっか、寄生虫になるのか。絶望状態。強くない？全然やられないじゃん。あ、パリ、危ねえ。キリがないよ、本当に。オッケー。いっぱい、牛くんも来た、牛くんも来た。一体ずつ。いや、これはショットガン剣。なーんだって、デカブツがよ。オッケー、ひざまずけ。大丈夫、アシュリー、ちょっと待っててね。刺せ。うわー、イカれてやがる。後ろ首なんかかぶって、まだ生きてんの。やべえやべえやべえ、俺いい、やばい、ラリアット、プロレスラーだこいつは。強いねー。お金ゲットしたよ。でも大丈夫か、立てるか。いいさいいさいいさね。金の卵探せってクエストあったよね。そういえば卵産んでないかな。うわー、豚が食われた。ニワトリがいないわ、そもそも。オッケー、先に進もうか。武器商人の明かりがある、安心する。うんこらステロー。ナイフで節約、弾節約。いいね、なかなかうまいんじゃないか。すごい嵐が激しいです。あ、あとさ、一人じゃ登れない場所どっかにあったよね。ここじゃないか。そういうとこも行っていきたいね。さて、先に進めようか。寄り道が過ぎちゃったな。ついてこれる？武器商人。うん、この中にいるのかな。いたっけ、もともと。あ、いるっぽい。あ、新しく新店オープンしてる。まあでも特にやることないっすよね。だって僕の目標はね。はい、やっとけよかった。なんて悔やむことになったらバカらしい。そうだろ、声優が好きだわ。やっとけよかった。キャラがいいね。そう、もうやっぱね、ロケランまで弾、弾じゃない、お金をね、温存していきたいと思います。ヘリはどこだ、ヘリは。おっと、仲間になった。裏切んなよ、次は。なんか変なこと言ったよな、今。ああ、一緒に戦う気がするな。さっきはよく参ってくれたな。聞けって、この間は。ああ、そのことだ。怒ってる。いや、迷子のセニョリータは見つかったみたいだね。見つかったよ。セニョリータじゃなくてアシュリーよ。アシュリー、ルイスだ。よろしく。よし、自己紹介は終わりだ。それじゃ、何者だ、目的を言え。いい質問だ、だが残念。スパイだよな。ならここだ。ほら、手を貸せ。アシュリー、こっちだ。急げ。どうするんだ。
アスリーをしまっておくってこと？おい、耐久戦が始まるってことだよね。ねえ、合ってるよね、それで。かっけえピストル使ってる。ゲーム開始だ。ゲーム開始だ。俺とオソロのピストル使ってんじゃん。ノーラ見て、オソロのピストル。襲撃を耐える。オッケー。あ、こういうの好き。こういうの好き。まず、窓を、塞ぎましょう。この木のね、棚だね。で、パレットをゲットしましたので、これをトントンしましょう。はい、パレット、木の板トントン。一瞬トントンして、で、キッチンナイフを取っておきます。こうすることで、大丈夫ですか？ごめん、サボっちゃったね。え、ここ、塞ぎようなくね？塞ぎようなくねえか。いや、あとはよろしくなっていうか、塞ぎたいっすね。塞ぎたいっすね。できればここ塞ぎたいっすね。早めに塞ぎたいっすね。でも塞ぐ方法ないのかな。やべえ、入ってこれちゃった。入ってこられちゃった。おい、上行かないか、ルイス。ここはもうダメだ。上でこもろ。あまおい、ルイス、ルイスが死んだらゲームオーバー。お前はプロモソプレイヤーだよな。ルイス頑張れ。俺はのんきに上をあさらせていただくぞ。特になし。上から撃とっかな。じゃあ中の敵はルイスに任せる。おっと、そういうわけにもいかないようだな。どうなってる？ルイスはやっぱちょっとおかしいよね。行き止まりだ。お前は余裕っす。じゃあ下で戦いますか、ルイスと一緒に。ちょっとかっこいい感じで行こうぜ。危ねえ、パリしたかったね。でも行くよ、かっこいい感じ。ごめん、今のはパリ。致命すぎないか、致命の一撃すぎないか。致命すぎるよ。回復しましょうか。ここでね、皆様にね、これも弟に教えてもらったんだけど、ハーブ、これ黄色を使うと右下のね、体力がちょっと最大値上がってるの分かるかな。いくよ、これを使うとちょっと上がんの。黄色いハーブめちゃくちゃ大事っていうのをね、改めて教わりました。弟の方が詳しいっておかしいよね。俺の方が年上なのに。かっこいいことやります。ルイスに背中を任せる。危ねえぞお前。俺の右、まあこれはもうね、耐えるしかないってことだよね。パリね、こういうことができるようになったわけですよ、私はね。はい、お疲れお疲れ。いやー、リヘナラドールじゃないや、なんだっけこれ、寄生虫。めんどくさいね。キリがないよ。右は任せた。おう、やおう。いやー、いくらね単体で見ても弱いといえど、木の糸が追加できた。待って、ルイス背中を頼んだ。木の板で直せってことか。いやー、そしたらまずあのデカブツをやんなきゃな。ルイス頼むよ。ルイス、これいける。強いねー。その間にバレッツ。完璧なコンビネーション。え、なんかゾンビさ、ルイスに興味ないんだけど。レオン人気すぎないか。ほらごめん、今のは俺が悪い。あ、これはね、あの先行案件ですね。一応全部寄生虫状態にしておいて、3体もいますと。この状態どうするか。ならない言葉をこいつに聞かして。オッケー。まだ来るの？パレットがあるってことはまだ来るっぽいな。回復を使いましょうか。回復ね、これね、温存してるとね、出てこなくなるんだよね。あのパレットとか樽とか壊しても。後がないな。そう、よく作られてますよ。後がないなって言ったよね。そうなんだよ、もう回復がもう一個もないんだよね。ここは大丈夫だ。さて、いいか。サンタさんが出てきたよ。復活。オッケー、余裕。どうだ、一段落。 OK、 上からも来るか。ヒゲもじゃあ上だ。ルイス上だ、行くぞ。
上が気になる。いやお前だよ、このはしご落とせ、おはしご先に落とせ、オッケー、うまい、いい、籠城戦楽しいね、すごいアクションゲームやってる感じがして興奮が。おいルイス頼む、ナイス、いいぞ、貸しだな、一貸しだな。あーそっちはなんとかなるよな、ふふふ、クリティカル、どけルイス、俺に任せろ、体術強化したいね。いやーみんな寄生虫になっちゃうな、寄生虫になる前にサクリとウォーキングデッドちゃん、おいへへ、俺が登場、主役のお出ましだ。多すぎないか、ちょっと待てよ、そしたら主役をスナイピングだね、 OK、 スナイピング、もう一発ダメだ、強すぎる、うわぁ動き回るね、あなるほどなるほど、いいねいいね、そういうの好き、弾を温存しつつここで一回上に行きましょう、できる地形を駆使してここからまた上に向かって蹴りをとどめて、まとめて蹴る、まとめてさせないか、あー BGM かつくなってきた、てててててて、え、お前勝手に脱げんなって、やばいよ、あーあの弾欲しかったな、最後の落ちてたやつ欲しかったな、レオン、ぐちゃいいね、アクションゲームだったね、なかなかハラハラスリリングな、まあ一発でクリアできましたね、ふう、アシュリーも疲れてる、ルイスお前に背中を預けていいのか、何なのこれ、そっかアシュリーもなんか注射されてんのか、アシュリーこんな風に血を吐くのは初めてだ、何を知ってる、責任、吐血、これらはあるものが引き起こしてる、プラグ、あるもの、そう見たろ、あの村人たちを、同じものが君の中にいる、奴らはあんな風に変えたものが、ウイルス、敵や吐血はほんの始まりに過ぎない、いずれ君もああなる、ゾンビ化確定、なら君はラッキーだ、プラーガと呼ばれるその生態は初期なら外科手術で完全に取り除けるはずだ、ちょっとしたノウハウとちゃんとした設備があれば、おまさかお前も、心配すんな、俺に考えがある、お前らが俺を信じるなら、信じれるか、信じよう、俺たちは仲間だ、俺たちはアミーゴ、ここからは時間との戦いだ、なぜ俺たちを助ける、俺にも関わりがある、両親の呵責さ、呵責って読むんだ、わーお、ヘリで救助される、そんな一筋縄のストーリーではない、手術をして取り除けなければいけない、果たしてあいつは本当にいい仲間なのであるのだろうか、次のチャプターへ進んでみよう、すべてはここから始まっていく、ヤニカスだ、かっけえ、俺もできるようになりたい、それよー、タバコあるか、これはエイダだろ、あなた好みのな、アンバーはどこ、中国系、今は手元にない、それより褒めてくれないのか、よくやったルイスってな、必死で隠したんだぜ、奴らにとっ捕まる前によ、こいつら仲間だ、だからこうしてまだ生きてる約束でしょ、アンバーを落とせばここから逃がしてあげる、アンバー琥珀、じゃあ取引もなし細かいところまで厳しい、エイダだ、エイダ、分かったよ、今から取ってくる、でいいだろ、怪しいですね、彼らの仕事内容が、どんな仕事してんの、エイダ美しいね、ちょうどついで回ることだしな、
を助けてくれようとしてんじゃない？ついでがあるってことは残って彼らを助ける。僕たちをね。こちら HQ、 コンドル1、悪い知らせよ。何ですか？天候のせいでヘリが降下地点に近づけない。しばらく待機できる？できます。無理だ、ここは危険すぎる。やっぱり無理です。どこか安全な場所を探す。悔しいわ、力になれなくて。しょうがない。天気は気にするな。いざとなれば泳いで帰るさ。また連絡する。行こう。 OK、 そうだよね。私どうなっちゃうのかな。大丈夫だよ。今は無事に帰ることだけ考えるんだ。村を脱出する。そうね、ついてこい。さあ、ということで外科手術をしなければならないという展開になってまいりました。ブーキ商人、ウェルカム。ウェルカム。新作ライオットがもう欲しくなるって。でも我慢しよう。ロケランのために我慢しよう。うん、売れるものはないよな。戦ってただけだもんな。オッケー、物語は始まったばかりだぜ。アシュリーをしっかり守りつつ進めていきたいと思います。まあやっぱりね、アシュリーが襲われて自分が進めなくなるっていうのがね、いいよね。ほうほうほう。この村はね、すごい侵略、レオンたちに備えてる。レオンたちというか襲撃に備えてたみたいですね。だからあんないっぱい武器とか持ってんのか。奴らがいる。見つからないように行くぞ。できるか。ステルスゲーム始まる。頑張る頑張る。まあここはね、ついてこい。こっちだを駆使して行きたいと思います。ちょっと待っててね。もう大丈夫だ。もう大丈夫だじゃないの。ちょっと待ってなの。どんでスタイ。どこにいる？だってここだよ。さあ近づきすぎだね、アシュリーちゃんよ。上からのルートは論外だな。目立ちすぎる。しっ、バレた？やるしかない。終わった。序盤だよね。だんだん、待って待って、上手くないかそれやってること。おい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 、アシュリー逃げれる？逃げれる？アシュリーついてこい。あははは、ごめんなさいね。牛人間もいる。いや最悪なコンビネーションですね。最悪なコンビネーション。ちょっと待て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 、アシュリーが狙われてんのよ。落ち着け。大丈夫、スナイパー、スナイパーで。アシュリー、やめろ、行き過ぎじゃない？待って、え、待って、危ねえ。このばあちゃん一人でここまで運んだ。ねね、待って、え、難しいよこのゲームからの牛久人間。あ、帰った。ありがとう。上から見たい。行こう。え、全部やり直し。弾を使っただけな男。あ、でも嬉しい。 ありがたいありがたい。うん、バレてないってことだよね。バレてるわ。怖い本当にこの牛人間。牛を牛を、すっごい、だって褒められちゃった。アシュリーちゃんにもっと褒めてくれ。ありがとう、すごいだろ。俺こんなゾンビ倒した思い出がないんだけど。ちょっとこれオート整理しよう。おお、こんなに綺麗になったのか。ありがとうコンピューター。うわ、すごい怒ってるスペイン語だね。お母さんも思い出しましたね今ね。つうか爆弾も結構いっぱいあるから遠慮なく使っていきたいね。アシュリーが当たんないようにね。うん、上を注意して下を注意することになる。そしてアシュリーが丸焦げになった。全部僕のせいです。最高。次の炎が来る前にアシュリー気をつけてね。これこれ気をつけてね。かかってるアシュリーもちょっと見てみたい。そんな自分がいました。バイアーベスタ、いける？オッケー、やべえ、ボスの予感。お邪魔します。あーね、もう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 、はい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 、なんとなく察しもついてましたよ私。いや持てない持てない持てない。アシュリー、こいつにとどめさすか？俺がやろうか。ショットガンだな。ショットガンでも一発じゃないだと。いやー、
できれば避けていきたいね、あの寄生虫。お宝来た。おい、これもうロケランかえって言ってるよね。3個の資格か。うわ、1個足りねえ。あのチェーンソーマンとかボス系がいたら絶対倒そう。エメラルドをはめよう。そして5万円取れるぞ多分。飯を食ってる、血まみれの服。相変わらずここの飯はまずそうだな。まあアシュリーも嫌がってるもん。この汚い家入りたくないです。よし、オッケー、次だ。とりあえず進むか。お、雨やんだ。なんとなくチェーンソーの音聞こえない。リロードされてるね。やけに静かだな。やけに静かよ、急に。やけに静か。ちょっと待ってろ、俺が先に行ってる。もういいぞ。うん、うん、道具がいる。道具がいる。クランク的な。バイオといえばクランク。あそこを開ける道具はどんな道具？鍵とはまたちょっと違った感じだよね。バレないでいきたいな。ステーキスタイ。バレてないよね。ただあの人は独り言で怒ってるだけって感じだよね。ドンデスター言ってる。大丈夫、まだ見つかってない。おい、は、待っててほしいな、そこで。アシュリー、バレちゃうんだよね。そうだよね、こりゃ難しいわ。サクッといけない、いけないわ。ああ、オッケー。彼らすごいね。一人一回見つかると一瞬で情報が伝わってしまう。うまくないか、弾節約しつつ倒すこのプレイ。なかなか褒めてほしいところではある。そしたらなんだっけ、クランクみたいなやつを探せて。黄色いハーブ嬉しい。すぐに調合する。黄色いハーブは体力の上限が上がる。できれば赤ハーブとも混ぜたいよね。うん、上の方結構戻ることになりそうだね。これハーブがいっぱいあるってことはボス戦が近いって感じなのかな。オート整理パンパン。ちょっと一回弾作ろうぜ、クラフトしようぜ。ライフルの弾一択よ、これは。ライフルの弾一択です、ライフルの弾一択です。と、あ、もう作れなくなっちゃった。うん、スナイパーライフル30発35発も持ってるよ今。絶対余裕なんだけど。さてクランクはどこだ。こっち行ってみようか。うわー、なんか俺ダメだね。アシュリー置いてけぼりにしてるわ。そばにいろ、そばにいろ。オッケー、オッケー。二度と離れるんじゃねえぞ。緊急スプレーね。この回復の量ちょっと怪しくないですか。あ、来た、これだ。グランク、びっくりした。ダブルか、かっこいいアクションしたね。マジかよ。うわー、懐かしい。チェーンソー姉妹、興奮する展開だぜ。来た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 。大丈夫だ、俺には30発の弾があるんだけども。蹴ろ、ダブルで蹴れないか。こっち来い、アシュリー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 。あ、走る。やめろ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 。行くぞ。よしよし、うまい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 。え、これ刺しとこう。くっそー、うわー、待って、アシュリー大丈夫、アシュリー大丈夫、大丈夫アシュリー。悪いな、オッケーオッケー。ちょっとアシュリーもうちょっとこっち来れない。アシュリーこっち来れない。爆弾投げたいな、爆弾投げたいな。アシュリーにはいけないな。グーシュナバもろともごめん。え、すごい、アシュリーこの中に隠れられる？オッケー。あ、これめっちゃいいじゃん。これやったら、あ、いいねいいね。絶対に出てくるなよ。この間に一人でやってしまえばいいから。開けられるのかな、ロッカーの中とか。びっくりした。この状態で戦ってアシュリーが出てこないのであれば楽ではあるのだが、最高な見た目だよ。包帯ぐるぐる血まみれ、イカれた。大事なものらしいな。中二心がくすぐられるルックス。お、いいんじゃない。
そしたら投げます、投げて、でもう死体を撃つ、撃つ、 OK 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 OK、 ここまで OK、 ここまで OK、 くら、待って待って待って、ちょっと怖いね、絶対出てくるなよアシュリー、言っておくな、絶対に出てくるなよと、広い場所に行こう、待って待って、こういうの倒す必要あんのかな、チェーンソーマンだけ倒しておけば、これ最高なんだが、最高なんだが、いやちょっとこの辺、いやーやん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 、ちょっとね外してますよレジさん、ワンショットツーキル、ワンショットツーキルできる、弾がないね、上がってきてる、大丈夫、ガーごめん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 、急いでるから急いでる系の時はショットガンを使う、ガーオッケー、これ一直線、グレネードタイム、グレネードをバケバケ、後ろからも来てんね、体力多いね、チェーンソーマン後ろからも、あぶねえ、ごめんごめんごめん、後ろからチェーンソー来てるんです、来て、行って、行ける、行ける、ちょもう一回グレネード、強いものはどんどん使おう、ごめん自分でも使っちゃった、食らっちゃった、オッケー、死んだ、死んだじゃないか、ピンピンしとるんだが、ねえ君たちちょっと強すぎない、チート級だよその強さ、一直線の時はなんだっけ、ワンショット続ける、え、ガードしてる、賢いぞ彼、彼女賢い、ウィー、いいねこのイカレっぷり、ガードしてるよ、オッケー、1キル、厄介だな、妹を殺されて発狂してる、オッケー、メレ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 、ごめんなさい、自らピンチに立ち向かっていく、怖すぎだろお前、なあ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 、オッケー、ふう、強かったね、あ、ごめんねアシュリー、いやアシュリーしまえるのはすごいでかいですね、覚えとこう、これからも好きだなあこのシチュエーション、目怖っ、充血してる、やっぱウイルスの影響かな、さて、これでクランクをゲットしたので、いっぱい倒したところのアイテム通貨か拾いつつ、え、しかもさ何ゲットした、あー四角じゃないんだ、サファイアか、四角行け欲しいな、うん、そしたらクランク開きに行きましょうか、お宝の予感、でーん、祠の鍵めっちゃ大事じゃん、これ取り忘れてたらなえるで、髪飾り、蛍石の髪飾り、ありがとうございます。さて、そろそろウイルスの進行具合やばいんじゃないの、大丈夫、またレオンキャッチしてあげるよ、全然ウイルスの進行がさ進む前にさ治療しないとね、クランク、あった、怪我はないわ、大丈夫、今のところは大丈夫、大したもんだ、鬼ごっこの名人になれるな、何それ、全然嬉しくないんだけど、お、ちょっとなんか、おい、なんか二人いい感じだぞ、おい、二人いい感じだぞ、さてこの先には何があるんだ、なんかそろそろ強い敵とかまた出てきそうじゃないか、怖いです、無音が怖いです、結構ね荒れた道ですよ、獣道とまでは行きませんが、なんか襲撃された後みたいな、え、これ折り角、折りの確定大丈夫ですか、大丈夫、ゆっくりね、キャッチしてあげたいわ、先行、先行大事、ハンドガンの弾、弾もいっぱい、そろそろ武器商人になってロケラン買いたいよ、なんだこれはとんでもねえ人間を生贄に捧げてるな、餌にしてる、なんだ、よし行くぞ、分かった分かった、あーあー大ボス、ビクともしない、あー強いね、強いね、迷える魂、
導こう。もう戻れなくなった。来たれ、子羊よ。子羊です。逃げるぞ。逃げる？え、嘘？そういう感じですか？まずは回復しておきたいね。あと弾とかも。ああ待って、ごめんなさいごめんなさいごめんなさい、危ないよ。うわ、パンチあれ食らったらひとたまりもない。ムーフラービートもいっぱいだ。これは申し訳ないけども、ショットガンを使わないと進んでいけない。アシュリーが食らっちゃうからね。離れるなよアシュリー。うぅ、もったいねえ、ショットガンでこんなの撃つの。いやー、うわー、いやー、やめて。いい、見た、青のも弾いたよ。しょうがない、しょうがない、これは必要経費。え、おい、え、おい、どうしたり。あ、こっちだ。ごめんね。あー、そこまで来てる。大丈夫か？あー、もうダメだ。頑張れ。トゥルピングは大丈夫？壊れそう。オーマイガー、逃げた。オッケーオッケー。番長は見てる？ジャンプできそうだけどね。怖っ、この人。ふう、今カメラ目線のレオンいたよね。あざっす。よしよしよし、間抜かれたね。やつの狙いは君だ。ショットガンの弾使っちゃった。やつを見たらとにかく逃げろ。あなたは？必ず食い止める。アシュリーを狙ってんだね。なんかアシュリーに特別なパワーがあるのかもしれないね。武器商人来たって、とうとうロケランを買う時が来たんじゃない？楽しい時間の始まりだぜ、ストレンジャー。ストレンジャー、まず売ります。髪飾り、ベルベットプルー。鍵も使わなくなった、祠の鍵。祠って読む？そもそも。あと5000円。そしたらサブマシンガンの弾とか使ってないから売ります。あと何円？あと1600円くらい。どれる？ボルトとかも使ってないな。買える、買える、来るぞ来るぞ。ノースペース言われてるわ。ちょっと待ってね、スペースがないから。いらないものは何だろうか。キッチンナイフとかも捨てよう。捨てての、ほんで作れる弾とかは作っておいての。ガンパウダーがないからさ、なあ作れないね。これが限界かな、限界か。このスペースあればロケットランチャー入る？めっちゃでかいもんな。入るぞ。そいつに目をつけるとはさすがだ。あんたも派手なのが好きな口か。うん、いいね。買っちゃいました。素敵な旅を、素敵な旅を。でっけ、これ無限？一発だけよこれ、一発だけよ。ちょっと武器商人に早速ぶっ放すかなあ。一発ぶっ放してみよう。いきまーす、せーの、せーで、パキョパキョ。無敵だこいつは。え、消えたんだけど。さすがにセーブし直しました。一回しか使えないんだね。もう本当にここぞという時にね、ぶちかましたいと思います。まあ、核兵器みたいなもんよ。緑視力っていうの、これを持ってることで襲ってこないゾンビなんかも出てくるかもしれない。俺アサリ雑じゃね。ねえ、こういうのちゃんと取んないとダメよ。オッケー、行きましょうか。あ、ナイフもちょっと修理しておいていいですか。うわ、びっくりした、びっくりした。誰？もうロケランつこうぜこいつに。おっと、ここでレオン諦めない。娘を狙うな、俺を狙え。無駄な足掻きはやめておけ。我らが神に身を委ねる。神だって強引な布教活動だな。こいつがあの宗教の一番偉い人。全能の主よ、反逆者を打ち砕く力。さらに上がいるっぽいね。え、ここで戦うの？アシュリー、逃げろ。わかった。逃げられる？うぃ、これはお前ひとたまりもねえよな。ちょろ、さす、え、
あなたの恩情に感謝します。出た、何が神だ。戦うの？ですね、これはですね、まあ、とりあえず上から行って戦うのか。あぶね、絶対目大事だよね、あの目を。うわーかっこいい、かっこいい。あの目しか見えてない。目見せろ。はい回避、かっこいいよ。あ、待って、これハンドガンじゃもう、そうだよね、いけないよね。ショットガン使うか。お前団長じゃない。ねえ、そんなんじゃレオン倒せないけど大丈夫そうですか。あ、でもナイフの耐久とかもあるから。あ、何かっこつけてんだレオン、ダメだ。呪いっすね、やっぱデカキャラは呪め。おい、なんかチャンス、フルフー、うん、ごめんなさい、ちょっと調子乗りました。お前がな。いや、これやっぱ基本上から戦うべきだよね。あー怖い。うー、頭、目、よし、めっちゃ効いてる感じする。大丈夫だよ、ナイフの耐久値がもうないよ。落ちろ。弾がねえっすね。キッチンナイフを優先的に使っていきたい。消耗金だからね。うわあ、半分以上もう壊れちゃいました、キッチンナイフ。いや、もうどんどん打っていかないとな。来た、おい、ウェイ、ナイフ必須でしょこれ。すぐ登ろう。登って。ここで、ショットガンの弾が切れました。ちょっと待って、これスコープついてると逆にやりづらいので。あぶねえ、マシうまくねえか。こっちの方が狙いやすいよね。イージーすぎないか。頭を抱えお前それでも動けるか。雲みたいに動けそうだね、スコーピオン。ここまでは余興だったわけ。きっつー、スコープいる？なんか、うわ、獣の巨人だ。待てよ、これはだいぶまずいぞ。これもまたやっぱ上っすよね。ね、ドラム缶投げようとしてる、かなり危ない。これは無理ゲーっすね、ちょっと待って、待って。いや、無理ゲーコンボじゃん、それ。最速で登ることが大事。いや、避けられないって。これさ、相手寄生虫じゃないですか。ということはよ、この閃光がかなり食らうんじゃないのかなという。ねえ、ドラム缶投げんのやめようよ。投げるよ、俺もう怒るよ、投げちゃうよ。お前らはこの閃光が苦手だよな。聞いた、今がただのチャンスタイムってわけか。ちょっと待って、スナイパーにスコープをもう一回つけましての、スナイパー。遠、全然なんかちょっとひよっただけじゃん。無理じゃん、それどうやって避けんの。オッケー、分かった、理解した。お前がな、めっちゃ身軽じゃん。オッケー、どこ狙えばいいんだろう。頭、あぶねー。あ、足がないから近づくことができないか。めちゃくちゃ溜めてる、怖え。そこにはもういないぞ俺。ムキムキマッスルマン、これ食らったらやばいってことか。いやー、激しいな、強いし、なかなか死なないし。お、今チャンスでもなかった、激しい。うわー、そういう攻撃もしてくるね。食らわないよ。ちょっと待って、一回やっぱね、スコープあるとやりづらいっすわ。なんか覗くのも遅いし、これでいこう。いい、オッケー。
ですね。大事にしてたスナイパーライフルの弾こんなに使っちゃっていいのかな。ハンドガンで行くべき。強くない。ああ、あ、死んだ死んだ。今行け行け、ひよってる場合じゃねえ。ぶっ刺せ、ぶち、もう終わりでいいよ。まだ続く、まだ続くぞ。おい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 、もう回復が最後の1個ですよっていう感じなんですけども、ロケラン使うロケランロケラン使う時が来た。これはあ、よかった、使わなくてよかった。サドラーってやつがいんのか。ポロ、うわー、なんかこれどっかで使うよね。レオン大丈夫だよ、レオンは生きてる。気をつけて、爆発するよ。うぅだよね、バイオにありがちな演出だわ。ガラス割って、ファイヤー、目ん玉拾おう。これなんか鍵だっけ。お前の神とやらによろしくな。しょぼかったな、こいつ。そんな強くなかったな。なんか第一形態の時の方が強かったわ。大丈夫、まあそれそうだよな。え、どっから出ます。これここで死ぬ人なんて多分僕世界で初めてよ。どこ、あ、いたー会いたかったよアシュリー。レオン早く、うぅー、お疲れよん、お疲れよんです。かっけえズボン履いてる、欲しい、好きじゃん、もう。ありがとう、好きじゃん、もうレオンのことね。俺も好き。よし、一段落って感じかな。やっべえよ、そんなことにはさせない、絶対。ああ、そっか、個体ごとによってあの寄生虫の進化が変わる。普通のやつはゾンビ、一般的な村人だけど、特殊な個体だとあの今みたいにサソリくんになって、ただアシュリーの場合はめちゃくちゃスーパー強化されるから、きっとみんな必死に襲撃してるって考えます。うわー、最高なロケーション始まる。これラザラー様、あら、もう戻れなくなっちゃった。どうなってるの、代わりに言っとくね俺が。まあ、先に進むしかなさそうだ。白編が始まるぞ。こっからガチむずくなるよね。どんどん激ヤバ白だな。おこちらルイス、ほら、家に帰りたいとこだが、その前にお城を観光中だ。好都合だ、実はプレゼントがある。例の症状の進行を抑える薬だ。欲しい。どこに行けば。そうだな、城の中庭に来い。そこで落ち合おう。チャオチャオ。オラーって言ったのはこんにちはですからね、スペイン語で。オラー、びっくりしたっていうわけじゃないですからね。さて、おお、新しい武器がどんどん追加されてる。興奮するんだが、ちょっと待って。あのね、本当にね、ピストルが弱いという問題に気づきましたね。うん、撃っても撃っても倒せないから、ショットガンとかスナイパーは別に強化しなくても強いからさ、この辺ちょっと強化していきたいところではありますが、お宝がまだ資格がない。え、これ売るだけなの。なんかさ、はめてドアが開くとかあった気がするけども、あのデカッチョの眼球売りましょうか。サンキュー、サンキュー。これでちょっとでも改造できたらいいかな。ナイフの修理は最優先でいきたいと思います。威力アップ15000かー。一番したいのこれなんだよね。もうちょっと我慢しましょうか。また来いよと。賢いハンドガン選び、はいはいはい。レーザーポイントつけたいね、まっすぐ飛ぶようにしたいから。え、アシュリーは武器商人が苦手なのかな。このお城編すごい記憶ありますよ。お父さんに見守られながらプレイした思い出があります。腕を上げたな、ケイチ、そう言われた記憶が蘇りますよ。お、お宝、これ武器強化できるかもしれないから普通に売る。10万面くらい
一気にくれないか、10万円くらい。8000。さあ、濃いね。武器商人はここで買ったのをさ、どうしてるの？転売してる？ありがとう、強くしましたよ。さて、お城の中探索していきましょうか。甲冑服みたいなさ、なんか鎧着た敵が出てくるイメージがありますよ。あ、あの人じゃん。バカデカベイビーの中庭はあの使い手、羊の神。いい見た目。歓迎って感じじゃなさそうだな。歓迎って感じじゃない、バカデカ扉。クロスボウだと。ほう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 。お友達にはなれそうにないな。飛び道具系もガンガン使ってくると、なんか変なの被ってない？ああ、マスクか。なるほど。お出迎えか。真正面からドドーンバーン行きましょうか。ついてこい、アシュリー。俺とお前たちは、俺とお前は一心同体だ。しゃがめ。声を立てるな。信者たち。お城だから教会とはまた違ってるよね。彼ら彼女たちの目的は何なんだろう。お邪魔するでー。あ、拷問されてる人がいる。何してんの。何してる？ズーム。え、何してんの？わお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 わ。北米版でプレイしたい。落ち着け落ち着け、考え直せ。考え直すことはしないか。どうしたらいいんだ。バカみたいに強いからな。8発撃ってるよ。8発撃ってもまだダメ。リロードして。あ、終わった。なるほど。なるほどね。上に行ってからのガプリンチョ、カプリコしてくる。ショートナイフ。いや、金が欲しいよ私は。こんなのがうじゃうじゃしてるわけ。自分から首切ってさ、襲ってくるような。おい、アシュリー、ピアノ弾けないか。さすがに作り込まれてはいなかった。300円。うん、少ない。全然足りない。お宝集めガンガンしていきたいね。さあ、ガンガン行くぞ。アシュリー離れるな。ウェイトモード使いたいけど、行こう。さっきいっぱいいたよね、ここ。あー、殺せだって。またある。殺せ。怖い怖い。どうするどうする？アシュリー、ここで待ってて。FPS ゲーミングになってきたね。これはこっちの攻撃は当たるのね。向こうから見えてないけど。悪いけど、こういった技術を駆使していく。そしてハンドガンの弾が111発もあるので、うわ、相手も FPS プレイヤーだわ。ちょっとスコープをつけよう。全然一発じゃ死なないから。FPS プレイヤー。これさ、駆け抜けるのは無理だよね。駆け抜けゲーミングは無理だよね。まあ頭で一発なんで。そして彼らこの距離なら撃ってこないんで、 OK、大丈夫かな。まあもったいなくないよね。必要経費だよね。うん、アシュリーが食らうくらいだったら必要経費。行くよ。行こう。 OK。 仲良くなってきました。あー、びっくりした。誰アジエスター、あそこにいる。あー、そういうことね。おー、おー、これは駆け抜けゲーミング。意地悪なことするんだから。うん、大丈夫。分かんないじゃん、どうやって来るかなんてさ。分かった。ああ、ごめん。だいぶイカれた女だぜ、こいつも。いやー、めっちゃレオンガックシュしてるわ。よし、先に進んでいくぞ。倒してもらえるアイテムって毎回違うんだね。大した歓迎ぶりだ。これ頭狙ってもさ、カキンってされるタイプの口？それはただのマスクだといいな。
生きてる？生きてないよ。ちょっとこれ一回離れてほしいね。どこが歩いてきてんの？うん、こっちから飛んできてる。倒せるのであれば倒したいのだが。あ、待って、これでもう大丈夫なはずだ。そして何してるんだね君は、話しなさい。命令したかった。あ、倒した、オッケー。なる、赤い何かが見えるはずだ。これ、あはは、3発も撃ったヌーブオツ。これでもう飛んでこないはず、まだいるよ。いや、どん当たりなんだか。次のが来る前に立って、次のが来る前に立って、いいよ、ありがとうとか後でいい。こっち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 、行こう行こう。いや、もうあれを壊すという考えるのはやめようか。降りる？ここでよかったのかな。こいつは使えそうだ。逆にやり返してやろうぜ。どうやって撃つんだこの大砲は。なるほど、なるほど、自動で撃ってくれんの。ああ、門を壊せ的な。なるほど、分かった。もう一回上に行こう。緊張感のある BGM、 なかなかスリリングでやんすよ。いやー、アシュリーがなー、あー怖い。もう怖い、危ない、マジで。いや、これ撃ったら多分砲台の主は、あーい、オッケー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 。やーっとゆっくり漁れるよ。めっちゃお宝、嬉しい。お宝嬉しい。ちょっとメダリオンもさ狙っていくか。もしかしたら全部できるかもしれないからね。丸いくぼみ待ってました、待ってました。もうサファイアとか埋めちゃうよ。高いの埋めよう。黄色とかゲットできるかもしれないから、この後。さて行くぞアシュリー、離れるな。怖っ、メレちょっと足がすっ、あの上から吸い付きマンが来ないといいな。こっち行ってみないから、こっち行っていい？なんかあります？あるんだよね。オッケー、大砲を撃つか、大砲を撃とうか。え、めっちゃ怖い音出してっけど、出た、隠れてるやつね。好きだよね、ほんとそういうの君たち。おい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 、違うじゃん。ごめん、今間違えて撃っちゃった。変な格好してるわ。あっちにもあるんだよ、メダリオン。アシュリー、平気か？うん、ありがとう。素直にスナイパー使うべき？これね、やっぱレーザーポイントの改造したら、まっす、使いすぎじゃない？俺8発も使ってる。まあ100発近くあるから弾は。OK、残り3つ。ナイスショット、褒めてくれたんだが。あと2つ探したくなっちゃうね。さあということで、アシュリー離れろ。1回しか撃てない？これって撃ちたくなるよね。そりゃね、行くぞ。ウッフー、開いたな門が。よし、うまくいった、うまくいったぞ。先に行ってよ、ね、死体ぐちゃぐちゃになってほしいな、できればね。ふぅ、オッケー。うわー、残り2つのメダリオン気になっちゃうな。まあでもストーリー進めること第一優先でね。まあ周回ゲームじゃん、バイオハザードってね。2周目で3周目で全クリ、うん、それ目指せばいいんだよ。気になる、気になる、気になるけど行く、行く、気になるけど行く。さあお城内部に入ってくぞ。主たち強いやつってのは大体中にいるからな。逆さまエルデンリングを思い出しますね。古いんだこのお城は。あ、間違えてセーブしちゃった。オッケー、武器商人さんよ。うん、ここはね強化したいんで、もうこれはルビーはめちゃおっか。これも外せないもんね、外しちゃったら。
で、これはいくらになる？1万3000円か。まあでも武器はある程度3万円、あと1000円必要ですよと言われております。1000円か。何を売ろうかな。素材売っちゃうか。弾余ってるもんね。で改造する。こうすることで弾の消費量が抑えて実質ガンパウダー以上のものをゲットした。オッケー、楽しくなってきたんじゃないか。ご利用は無計画に。これ日本の CM パロってる。お邪魔するでい。あーごめんなさい。ようこそ。あーこいつだ、小人くん。我が城へようやくお目にかかれて光栄ですよ、ミスターケネディ。こいつかな。で、お前は誰なんだ。私ですか。ラモンと呼びください。担当直入に会話してる。あなたには死んで、そこにいる娘をこちらに渡していただきたい。今すぐ。無理な注文だラモン。彼女にもいろいろ都合がある。ちゃんと名前で呼んでる。ミスターケネディ、ミスターケネディ、なんて高貴な方でしょう。はあ、汚い。とはいえ我々には彼女が必要なのです。その娘を源として、あなたの合衆国、そして全世界が恩寵で満ち満ちる。それがまさに我が主サドラー様の鉄よりも固いご意志なのです。ということでご理解いただけますね。よろしいですか。うま声優。聞こえたろ。とても残念です。丁重にもてなして差し上げなさい。客人は死をお望みのようです。死んでもいいんだ別に。アシュリーはでっか使えてるやつら。おいおいおい、俺が好きそうな敵が出てきたって。盾とかも使うようになってきますよと。なるほどね。とりあえずグレネードをお見舞い。はい、お疲れい。おめんってさっきも怒られちゃったな俺。まずは動きがちょっとね苦手な動きするね。アシュリーこっちだ。アシュリーの第一安全。なるほど、アシュリーを使ってアメリカを崩壊させたいんだね彼ら。俺やったの本当に子供の頃だったからさ、ストーリーなんて全く知らなかった。痛い。アシュリー可愛いとしか思ってなかったからな、あの頃は。さて問題はこいつよ。このまだいいんだが、足速すぎない？ガンダレオンについてくる修行そうめん。 OK、 こいつはヘッドショット食らう。アシュリー見えてない。アシュリーはやっぱ生かして、うん、食らわないね。アシュリーかしか。サワヤンゲームズの動画見たんだけどさ、昨日足打ってたんだよ。そしたらこれね、これも強いよね。えい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 。死亡ちょろ。600円しか落とさない。もっとねド派手にいってほしいね。まあでも倒したらさ、通貨を落とすってことは彼らの世界にもやっぱりお金という概念があるのかもしれませんね。余りまくってる鍵をガンガン使いたいと思います。金塊ありがたい。これっていくら？ここでわかるよね売りね。1万パーツ、やばすぎるって。これアシュリー切れなかったっけ。鎧。ここはなんだ。え絶対欲しい、絶対欲しい。これボタン押せるとこではないですね。了解。お宝は全部いただくよ。ね、これ攻撃してさ、中から人が来た、出てきたらどうする？ふー、昨日の動画の、前回の動画のサメでもそうだけどさ、サメっていうか海の主、分かってても怖いんだよね来るっていうのは。黄色いハーブはマジで嬉しい。ここはどうやって開ける？地下から行く？了解。さてじゃあ行こうか。くまなく漁っていくよ。悪いけど、おい、とことん行き止まりなんだが、正面から来い。これもダメ。開かないか。分かったよ。中庭への抜け道を探そう。抜け道なんてすぐ分かるさ。ここだろ、さっき見てたよ。うん、
協力プレイ。ぐらつき具合もすんごいリアル。から開けてくれ。え、これさ、アシュリー操作する系？なんかいる？開けてー。開けた。ありがとう。ありがとう。とことん割ってくぞ。俺は無法者だからな。ショットガンのリロードの音もいいサウンドだね。聞いた。これ絶対やべって。金装飾の香水瓶、金装飾の香水瓶10,000円。ねえ、お金のことばっかり気にしてる嫌な人間だね俺。まあでもこの世界ではお金で強くなれるからね。入れる？多分アシュリーならするんだよね、ここ。ズームチャンスあざす。ズームチャンスあざす。もう一回通っていいか。これはズームチャンスだ。いくよ、見ててね。ズームチャンスあざす。何見てんのよ、気持ち悪いね、あなた。そんなアシュリーの声が聞こえます。アシュリーがしたらこのおじさん何してんだろうって感じだよね。うん、楽しまさせていただいた。ありがとう、カプトン。ここから先に進めそうだ。先に進む前にまずこっち気になるよ。こういうのにさ、名前あるよね。RPG 症候群みたいな。ガンパウダー2つ。第1だろう。ゆくゆく使うだろう。てか、だいぶ溜まってるから、調合できるのであれば、クラフトしておこう。ショットガンの弾とかね。OK。あ、黄色いハーブも。あとね、ヘビもね、倒したとき拾えたんですけど、結構めっちゃ回復するんだよね、ヘビ。ずっと取っておる。おい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 、怖いって、この場所。暗闇になると急に怖いね。世話係の出勤。またなんかやばい系？また真夜中に目が覚めた。地下から漏れる音のせいだ。爪で硬い壁を引っかく音。呪詛にまみれたうなり声。あの男はこの世のすべてを憎んでいる。もともとあいつは白主に仕える拷問官だったそうだ。あいつの父親も祖父も兄弟やいとこたちもサラザール家の負の遺産の一つだ。中でもやつはそう特別だった。あいつは心から自分の仕事を楽しんでいた。そして天性の才能を持っていた。他人に苦痛を与える才能を。その才能は何て読む？城主の興味を引いた。城主はやつを地下に連れ行き、ああダメだ、これ以上は書けない、書いちゃいけない。やつが地下で何をされたかなんて思い出すな。さもなくば俺の精神が壊れる。俺はやつの世話を命じられた。餌をやり、汚物を処理し、毎晩あの声を聞く。とんでもねえ化け物がいるぞ、これ。もう限界だ。やつの声が耳から離れない。耐えられない。明日にも明日にもこの城を出て遠くへ行こう。あの声が届かない場所へ。地下にとんでもねえ化け物がいますよって、そう日記には書かれています。びっくりするよ、この上司の仕業か。上司ね。殴られてんじゃん、ぐちゃぐちゃに。これは？お、レッドハーブ。生きてる？まだね。急に動かないでよ。ズタズタに。誰一人残さない。あ、なかなかの最高野郎がいますよ。何が誰一人逃がさないだ。みんな逃げるに書き換えておいた。え、怖っ。これ取っていいの？ちょっと待てー、急に怖ーい。うわー、こういう拷問器具あるよね。何？大きな動物の鳴き声みたいな。中世感ありますね。とんでもねえ化け物がいるぞ。ねえ、絶対叫んじゃう。別に僕さ、叫びたくていつも叫んでるわけじゃないですからね、本当に。ねえ、絶対今日に来るじゃん。あと鍵ありがとう。チカローの鍵。こいつ日記の書き主じゃないか。光は失われた。ヨーロッパ語？ねえ、後ろ振り向いたらいるとかある。ねえ、こいつ自殺してるわ。自分で命を絶ってる。手にナイフを握ってる。アシュリー？そうだ。びっくりした！終わったやん。地下室。なあ、その FPS 視点マジで怖い。来るよ。お前か、化け物は。な、
殺戮を楽しんでるサラザール家の失敗作、音を立てなければ大丈夫。強そうだな。アシュリーどうする？見えてない。なんで？うわあ最高だな見た目。え、でも倒さなきゃいけないじゃん。え、今さ繋がれてんだから今のうちにさ。なんだって、お前フェイク野郎だな。なかなかの。逃げる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 。はーい。あ、待って、音を立てなければいいんだ。匂いは？なんで急に走ってるの？ハンドガンの弾欲しい。怖すぎるって。急に走るからこいつ気をつけて。あ、チャリ、ああごめん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 。でもこれは変えられない。これはでも絶対開けなければならない俺の使命。300円、ショッケー。おい、これ回すの絶対音鳴るってなあ。倒さなきゃいけない。あー、ごめんごめんごめん。こいつは後だ。分かったよ、倒さなければいけないんだね。オッケー、倒し方は分かる。なんかね、背中にね寄生虫がいるのよ。これを撃つ。痛そうだねー。一発？え、何？ん、第三の目海岸？オッケー！突撃注意？何やってんだ？え、あ、この間撃たなきゃいけない的な感じ？あ、ん？そういうことかな？弾かれるんだよね。ミー、あー怖い。あの間に撃たなきゃいけないのかな。もう最強のスナイパーライフルを4発も勝ち込んでるよ。来れるもんなら来いよ。後ろを向け。オッケー。あ、倒した。ちょっと難しいね。やっべえぞこれは。レッドアイ、これはめてみ。ここにこれ総額いくらよ。31,200円。くぅ、たまらんね。大丈夫ブルブル君、一体だといいな。まああの日記を見る限りさ、多分一人しかいないよね。餌汚物を処理して、それかあの日記の内容はあいつではなかった。縛りつけるやつがいたってことだから、ある程度話はできそうだけどね。彼ら同士ならできないのか。だから目も紡いで、口も封じ込めてたのかな。レオ、無事でよかった。大丈夫だよ。下で何かあったの？下で何も、動物が一匹いただけだ。動物だよな、確かに。あそこまで行くと。さあここでチカロウの鍵を使っていく。ガチャリ、チカロウの鍵。あ、こっから上に行く。なるほど、じゃあやっぱり化け物はあいつだけか。いやー、ここでお別れじゃないよな。オッケー、大丈夫か。寿命縮んでるよな今のところはね。ここはもう安心ゾーンですね。おかえり、お疲れみたいな感じがする。酒でも、酒の1杯や2杯飲みたいところだな。こんなの今の時代だったら何百万円するっていうような酒だよね。スピネルもっと欲しいね。スピネル取るにはやっぱりメダリオン、あの青いやつとかを壊していかないといけないんだよね。まああんなのなくたってクリアできるから。なんか怖いですね。え、ルイス？コレクションルーム？なんでルイスが飾ってあるの？カチャ。あ、ごめんなさい。はめろ、3つをはめろ。何この像。
戦った後なのか。びっくりした、アシュリーか。3つの像をはめなさいね。撃った時に高額ってこと？見てなかったわ。撃っても鳴るよ。朽ちた剣ここに入れる。あ、これか。鉄製の剣ここに入れる。これで開くだろ。開かないんだよね。金の宝剣これを待てよ。闇雲にやっても確かに当たるよ。ただこれは謎解きのゲームだ。あいつは金の剣を持っている。どうやって？ドラを鳴らす？こういうこと？ああ、そういうことね。全部鳴らせってことだったのね。ねえ、動かないよね。なんで血が出てるの？何に使うのそれ？これはレプリカだ。実戦では使えない。了解。あ、怖い怖い。で、これで火がついた。これで、あの、金金にするのかな、きっと。そうだよね、金と金だから、この2つは金を入れてくださいねって言ってる気がする。で、血がついてるのとあるから、これだよね。これぶっ刺してるから血がついてます。で、これはぶっ刺してない。武器を与えてるから金の武器を与えます。で、あと、まあ、朽ちた剣。朽ちた剣はそうだね、お墓だよね。ごめんね、なんかすごいアシュリー喋ってるけど。こういうことだよね。一発じゃないか。まあ、2023年に生きてますからね、中世の考えなんてすぐ分かりますよ。これ物語になってる？こっから始まるのかな。新米兵士が王様に命じられて、この伝説の剣を授かりました。その伝説の剣を使って争いしました。雑魚死しました。合ってますかね。今後のストーリーにどう関わってくるのでしょうか。楽しみなところですね。パンチパンチ、全部漁ってこう。びっくりする。でもちょっと慣れてたね、最初の時より慣れてたね。鎖蛇回復、いい回復として使わせていただくで。蛇さ、別にでかくもないけどさ、何が怖いって、あの音ね。おいおいおい、金持ちになっちゃうって俺、めちゃくちゃいいぞ。さあ、だいぶおとなしい状況が続いてるよ。最初に来た部屋じゃない？最初に来た部屋だね。一個と蛇。蛇はどこにある？ん？これ乗るの？ちょっとドア開けとく？これ蛇じゃないしか。まあ鳴らせるものは全部鳴らせていいよね。オッケー、これアシュリーできるかな。テイン！レオ、何してるの？テイン！絶対真似するなよ。私がしないわよ。絶対襲われんなよ、その間。うわ、開けて、あのお宝。アシュリー一人っきりにしていいかな。まあ一人っきりにするけどね。だってお宝があったらそれ行きたくなるよ。どうやって上に行く？最高。どうやって上に行くっけ？ん、また上がっていくしかないよね。アシュリーと離れ離れになってしまいました。ちょっと待っててね。結構じゃ遠回りじゃないこれ。また地下行って上行って、その間にアシュリーが襲われて、どこ行くのって言われ、それそうだよね、怖いよね、あんなところに取りにされちゃ。怖いのはアシュリーだけじゃないよ、俺も一人で行くの怖いよ。お待たせー。あー、いた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 。シャンデリアに乗るなんて行儀悪いわよ。ごめんごめん、そんなこと言ってる場合か。さあ、そしたらあのヘビのマークのドラをここにあるんだよね、どうせあるんだよね。ここ開けますと、こっちは任せて。カン。おどうやってやったんだ、引っ張ったのか。協力プレイですな。結婚してくれ俺と。ここから眺めてたのか、さっき小人くんは。おじいちゃんだったな。
スナイパー。なんかそろそろボス戦が始まるっていうのはもうわかるよね、わかるよね。スピーカーから流れてる。ごきげんよう、ミスター・ケネディ。きたねえ派。なりません。すごいぞ。あなたたちのために歓迎の宴を用意しました。パレード始まる？最低。パレードちょっとセーブしとこ一回。さて宴とやらを楽しまさせてくれよ。ちょっとここ開けとかないか。ここ開けとかないか一回。ガチャっとやっとこう。ガチャ。よしこれでいつでも出れますよと。で宴はどこで始まるんですか。待ってますよ。来賓も来てますよ。開けてないところを開けるよ。開かないよ。ごめんね。壺は割っておくよ。この先だな宴。グレネードとかもだいぶなくなってきてるんで、ちょっとね穏便に行きたいところではありますね。さて宴とやらを開催したいと思います。うわよく覚えてるこの場所。どうもレオンと申します。招待されてきたんですけども、スナイパーライフルの弾が出るのちょっと嫌なんだけど、鍵をはめなきゃいけない。スナイパーライフルの弾出てくるイコール強い敵が来るから気をつけてねっていう。来た、どこ。やべえ大量に来てる。これはマジでワンショット2キルしたい。くわー無理だねー。いって、めっちゃ宴じゃん。待って、あの飛び道具、飛び道具を倒しておく。やめろ。いや待って、めっちゃ緊急ピンチなんだが。レッドハーブを調合して体力の上限を増やす。こっからどうしていこうか。ロケットランチャーあることを忘れてはいけないよ。とりあえずショットガンだな。足元を撃て、足元を撃て、アシュリーを守れ。パリーで防いで撃って、アシュリーがやばいよ。さてだるいね。ちょっと待って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 、アシュリー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 、大丈夫だよアシュリー。ああ大丈夫じゃない。ここで迎え撃つ。いやむしろゴールへ運んでくれてんだね。あぶね、むしろ進んだと思う、思わないか。こーマジでシンプルなパンチとか、お前武器与えられてないのか。強いねー。危な、アシュリー強。パーリーだね。強すぎないか。立ってる？オッケー大丈夫だよ。ちょっとこっち来れる？あーもうアシュリー人気者すぎるって。オッケー、この寄生虫マンも今のうちに倒して倒して。強いねー。おーオッケーオッケー。ふうまだいる。うーごめんなさい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 。パリー上手くなってない、マジで。俺マジでパリー上手くなってない。パート1の頃とは比べ物にならないくらい上手くなってるよね。気をつけろアシュリー、斧が飛んでくるからな。いやー俺マジで悪い人だわ。自分だけ安全圏からさ見守ってさ。いいさいいさ、来いよ斧。お前もう持ってねえんだろ。パンチしかできないんだよな。襲いかかることもできる。学びましたよ。強いな、ナイフを刺しても全然ピンピンしとる。こいつマジでバケモン。オッケーオッケーだよね。いやー大変だね本当に。ちょっと進むにつれて敵がガチで強くなってきてるから、ちょっとこのそろそろこのハンドガン卒業して強めな武器を使っていかなければならないのかもしれない。そういうレベルまで来てるよね。はあすごい、ずっと呪文みたいなの唱えてるよ。いけないよ。あれが欲しいんだよね、あの円盤。どうやって上がればいい。なんか仕掛けが必要だな。回り込むか降りていくって感じか。了解。
誰だ、ずっと呪文唱えてるの。危ないぞ。降ります。てい、気をつけてね。うわー、下にも全然いるね。まだまだ戦いは始まったばかりだよって感じがするけど、バレてない。宴を知らされてないね、彼らは。いいね、アシュリー。ああ、ありゃがーりょーす。いやー、待って、これどうしようか。ちょっと待ってね、今ね、話した瞬間食らうけど、閃光を使ってダイナマイトに引き連れる。で、パリーしたい。できなかったよ。回復がもうないからヘビを使う。これでどれくらい回復する？あ、めっちゃ回復するじゃん。で、使いたくないけどな、使いたくないな。行こう。アシュリーさえ来れたらいけるぞ。ここよ。うわー、行かせませんって感じだね。あのカチカチくんね、カチカチくんマジ強いから、もうちょっとおいで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 、邪魔。オッケー。なんだ、あったかいなみたいな感じ。全然刺さんなかったね。終わったよ、あいつがいる。終わったよ。あ、それちょっと邪魔。いやー、マジで節約してる場合じゃないっすね、これは。これは節約してる場合じゃないっすね。申し訳ないけど、終わりだ、終わりだ。ちょっと待って、だよね。ちょっと待ってね、ちょっと待ってね、ちょっと待ってね、ちょっと待ってね。あいつも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 間に合って、間に合ってくれる。いや、もう使おう。バレイン、うちょろいぜ。先行うまくない。うまくない。オッケー、これで、クランクさんを、ここもか、あそこにあったのか、女神が持ってるのか。女神が持ってるのを拾いたいと思います。その前にお金と壺を割るのも忘れてはいけません。素材 L だって、とんでもねえものが作れんじゃないの。ライフルの弾ありがたい。いいね、来た。この子が持ってる降臨光のハンドル、これを使って小人くんを倒していきたいですね。とりあえずこれを使う。何が変わる？カチャ、水位が変わる。あー、階段が出てくるのね。これ拾おう、また。オッケー。え、まだいるの？え、まだいるんですけど。これは大変だね。いや、スルーしてハンドル回しちゃいたいけど、スルーしてハンドル回すよ。悪いけど閃光がまだ一つある。いや、いいよ、大丈夫大丈夫。アシュリーは後で救う。回そう、すぐ回るから。これはね、ね、ね、あと1回。 OK。 んで、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 足を打つ。いやー、多いなー。アシュリー、向こうに行けとか指示出したいわ。こっちから来なくていいからね、こっちから来なくていいからね。そうそうそう、分かってるじゃないか。いいね、アシュリーと俺マジ仲間になってきた。 OK 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 OK、 だいぶ削減できたよ、弾消費ね。これ上げられない、またちょ、一回もうまっすぐ行こう、まっすぐ行こう。とんでもねえ場所だなね、ここまた通れないみたいな感じ。大丈夫か？うん、平気。回して、早く早く、大丈夫だ。え、このペースでずっとやってくって感じ？何か出てきたの？もったいぶった城だな。もったいぶった城だな。あ、あっちとこっちにあるのか。なるほどね、なるほどね。ちょっとさ、作れるものとかあったら今のうちに作っちゃおうか。クラフト、ライフルの弾、もうライフルの弾ガンガン使ってけって感じだね。それを使ってアシュリーを守ってねって感じがするんで、スナイパーちょっと多用していこうか。よーし、アシュリー肩を貸してくれ。あ、違うわ、肩を借りろ。でもどうやって登る、なんかさ、アシュリー使えるモードみたいなって気がすると思うんだよ。手貸してくれる？任せて。あ、やってくれんのか。オッケー、守らなければな、止まるな、援護する。守らなければな。ヘッドショットさせていただく。イージー。
できる限り節約したいな。こいつは倒さざるを得ない。お疲れアシュリー。そっか、怖くてもう動けないみたいな。え、この距離無理なんだか。この距離無理なんだが、倒さざるを得ないな。走れる？絶体絶命。怖いよね。そうだよね、ゾンビ怖いよね。いってえな。これも倒さなきゃだよね。オッケー。くー、待って。ヘビ食べよう。もうごめんだけどヘビ食べない。ヘビは食べない。スネークにはならない。後ろからガン出されてるね。転べ。うー、多すぎる。頑張れアシュリー。うわ、なんかいるな。おっと、女の子苦手な子。ちょっと今コミュ障発揮してたね。マジでこの盾のやつ本当にだるい。これで破壊してからのこうだもんね。めんどくさいね。もっといい倒し方があったらいいんだけどね。盾マンだる。大丈夫？使わなくてもいいな。行こう。アシュリーお疲れ、マジでありがとう。行ける？こっちだよ。怖いか、怖いか。そっか、行けるか。こっちついてきて。行こう。オッケー。オッケー、渡れたぞ。早足。壊したいんだよね。外の弾とかあるもんね。壊したいんだよね。完璧。え、先回りされてる？大丈夫か？うん、平気。何してんの？こっから先はボスがいるから私たちは立ち入れない場所だみたいな感じ。高貴なボスがいるため。さあ、あ、そういえばルイスと約束してたの忘れてたわ。中庭来たぞ。なんでルイスはこんなとこいるわけ？ちょっとおかしいよね、それが。やっぱスパイだよ、あいつは。ルイス来たよ、中庭みたいな場所いる？この先にルイスはいるのかな。アーシュリー、私の肩を借りなさい。一番最初の村にさ、あったじゃん、あの最初襲撃チェーンソー来たあの村にもこれあったんだよ。でももう今絶対行けないからな、崩落して崩壊。大丈夫か。だいぶ寄生ウイルスが進行してますよ。アシリ、本当に大丈夫か。自覚症状なしです。怖いウイルスですね。あ、もうやばいやん。大丈夫か。平気よ。ああ。でも私のことなんかより我が身を案じたまえ。哀れなこいつよ。おお。壊れてたはずなんだけどな、コンバットナイフ。慎め我が子よ。アシュリー、やめとけって。あ、大丈夫？早く治さないとだね。大丈夫。落ち着け。大丈夫だよ。ヒステリック起こしちゃいけない。パニックになってはダメだ、こんな時に。くそ。誰が操った？僕はあのさっきのサソリマンがやってるのかと思ったけど。止まらねえ。こんなとこで動画終わらせらんない。